プロたちが争う今回の舞台は、雄大な丘陵地に45ホールズを展開するオーツカントリークラブから、優美な景観に戦略性を併せ持つ西コースだ。久保谷プロのリードで迎えたのは12番打ち下ろし196ヤードのパー3。さあ張り切っていきましょう。はい、大津カントリークラブ、はい、西コース、そうです。今週の1ホール目は、はい、196ヤードパー3です。打ち下ろしのホールです。グリーン左サイドは OB へ向かっていくので要注意してください。 あとですね、去年7月にやった時はバーディーが出ませんだったので、出ませんかったので、はい、出ませんかったので、出ませんかったので、はい、何ぜひ出してください。出ません何出ませんでしたので、うん、出ません勝ったので勝ったので、はい、バーディーバーディーの選手、はいはい、バーディーバーディーのまっちゃん、はい、まっちゃん、まっちゃん、あらまっちゃん、はい、6番やん、はい、全米から日本に舞い戻り上昇気流に乗る久保谷健一プロ。プロを的確にアシストする忍びの者、キャディーたちの活躍とアシスタント2人のバックアップにもご注目です。クラブは6番アイアンですか？そうですね、そうですね、はい、久保谷プロのティーショットです。はい、よしよし、トリスぐらいの感じでいきたいですね。何トリスぐらいのハイボール、はい、よくわかりましたね。トリスのハイボールだ、トリスのハイボールね。よくポスト貼ってるやつだ、はい、しゃます。ナイソン、ナイソン、ナイソン、ナイソンです。トリス、トリスのハイボール。立山プロ、クラブは7番や、イエス。昨今フォロワーが続々登場、超個性派ツアープロ立山光弘プロ。顔ペット見ただけで7番か6番かすぐ分かる。さすがです。ネギか草かも分かる。立山プロのティーショットです。なんかすっげえ右向いてるような気がするけど、気のせいかな。ものすごい右向いてるような気がする。ティーグランドがですね、ティーグランドが。いや、これ入るはあるんじゃないですか、はい、入るが。いや、残念ながら左にずれた。はい、ナイソンです。はい、どうも。昨年電撃復活優勝を遂げゴルフ部友伝に舞い戻る幼い守プロ。幼いプロも7番。いや、僕6番です。6番で。なんじゃその、なんでそんな気に入り方、なんで先週のあれで元気なくなった。なんでそれ6だろう。一人だけバーディ取れないんで。先週のショートしたのが、うん、幼いプロのティーショットです。あ、柔らかく打ったね、これ。これやったね、柔らかく打ったよ、これ。あ、右から風。アホアホアホ。どこ行っちゃったん？奥。柔らかく打ったけどね、やっぱ7でしょ。親父と仲良くしねえから親にもらった距離感がなくなんだよ。岡崎さん、クラブが6番アイアンです。あれ、オッツ、あれ、オッツカントリークラブ、オッツ。どういう球打とうかな、はい、岡崎さんのティーショットです。こういう時ダメなんだよな。お、お、目玉だ。完璧だ、完璧。うまい。じゃあ、ナイソンです。
おお、ナイスショ。あれ外れちゃったよ。これ何？すげえ柔らかく飛んでる球。柔らかく飛んでましたね今。立山プロが最も有利か。岡崎コーチのボールはグリーンエッジまで運ばれてしまった。上りのスライス、岡崎さんカラーからのセカンドショットになります。ララララララ上りのスライスです。違う、カラーが言いたかったんでしょ。そう、カラーが言いたかった。カラーからですってからカラーっていうシャレだった。分かってます。分かってんの。はい、めんどくさかったんだ岡田。いやいやいや、そんなことない。めんどくさいんだよ絶対。岡崎さんのセカンドショットです。お、シー、シー、この、はい、惜しい。ノー、尾崎。岡崎さんのパーパットです。岡崎さんパーです。ナイスパーです。ナイスパー。イエー。あー、幼いプロのバーディートライです。ロングパットが残りました。惜しい、うん、惜しいですね。こんだけブリブリいくって言ったらこっちから速いってことだな。ブリ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 。久保谷プロのバーディートライです。はい、距離のあるバーディートライになります。切れる。わあ、惜しい。よし、次です。はい、久保谷プロのパーパットです。ナイスパーです。立山プロのバーディートライです。うい、惜しい。蹴られましたね。うん、お先失礼します。大丈夫ですか。全然大丈夫です。たまにしか外れねえからこういうの。立山プロパーです。はい、どうも。よいしょ。チキショー。幼いプロのパーパットです。えいっ。幼いプロパーです。このホールバーディーはならず。しかし全員がパープレーで次なるホールへ向かいます。サジだよサジ。今週2ホール目となるのは13番、333ヤードとやや距離の短いパー4。ここはバーディーを稼ぎたいところです。はい、2ホール目は、はい、333ヤードあまり距離のないパー4です。ジャンボの好きそうなコースだね。はい、グリーンは奥から速いので、333、グリーンは奥から速いのでピンより手前からがベストです。あと武勇伝では初めてのホールになります。おそう、はい、はい、ほんと。誰、はい、まあらまっちゃんか。久保谷、あらまっちゃん。あそこにね、ん、嫌なバンカーがあるんですよ。あるね、嫌なバンカーって言って、ね、何、いや、なんでもないです。斉藤受けてます。そんな安いのでいいの。あの岡田はピクリともしないよ。ケンケン別に斉藤はなんか鼻から今のはちょっと気合い入れて言ったわけじゃないのにな、うん、よし、はい、久保谷プロのティーショットです。はい、はい、サジね、サジ、うん、サジ、おサジスプーン、お前サジって言うだろ、スプーンのこと言わない。言わないです。いいんですか。はい、はい、行きます。あらばちゃん、サジだよサジ。あー、ペラペラっつったか、ちょっと。いや大丈夫大丈夫。よし、よし、立山プロ悩んで、みんな刻むんだ。3番ウッドですね。これはプロゴルファーの知恵ですよ。ん、プロゴルファーの知恵です。どうしよう、昨日の話じゃねえけど刻んでボギー打った。刻んで、刻
刻んじゃう、左ペラッとかいっちゃったりしてさ。左ペロならいいですけどね、スプーンの左はグリ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 って。ああ、いきます。立山プロのティーショットです。うん、オッケー。完璧のレイアップ。完璧、完璧です。完璧。こっち向いて振るなよ。危ないですよね。本当だよ。もしそれちょっとダフって芝バーってきたらどうなんだよ。もう幼いプロのティーショットです。やることが幼いね。幼い。あれ、また体重右に乗ってないよそれ。あ、おい、気に入ってるこの感じね。飛んじゃってんじゃないのこれ。大丈夫？飛んじゃってないでしょ。ほら、はい、ね、岡崎さんはドライバーですね。岡崎さんのティーショットです。アゲンストのティー。うん、アゲンストよ。ナイス。いいじゃん。あららら、あららら、あららら、出てきた。ああ、あ、ディボッツ。何？ディボット。嘘だろ。もうちょっと左。やべえな。惜しいって感じ。全員がフェアウェイをキープ。岡崎コーチのボールも左からフェアウェイに戻りました。さて、はい、ママも来たけど、ママも古くてさ、俺、はい、ケンケンも、はい、ママもういくつ？41です。自分は39です。プロなんて何年？2人は15年目、僕は。ということは16年目。16年目。プロになってすぐぐらいからか。そうですね、プロになってすぐから。13、4、5年、3、4、5年。長いですね。長いね。まあもう年取るな、お互い。年取りますね。飛ばなくなったな、お前も。昔はとんでもないとこバゴーンと言ってたけどな。なかったですよね、昔。うん、昔。ね。なかったな。ケンケンはどうなの、あの時よりやっぱり飛んでないの、年取って。飛んでないですよ。まっちゃんはあれだよな、ERC。そうですよ、高反発の時は、もう、負けたかった。あれですよ、ここを驚かしてたんですよ。ね。うん、一回負けたね。ドラディス僕2位だったんですよ、その時で。1位でしょ。1位ね。うん、最終ホール400ヤード。13、4年ぐらい前。ママそうですね。 90? だってその時一番強かった。2000年ぐらいじゃないですか。ジャパンプロ勝ったり。そう、2000年ぐらいです。2000年から2002年ぐらいかけてですね。あ、やだね。まだ岡田生まれてないよ、その時はね。生まれてた。生まれてるでしょ。立山プロ残りが99ヤード、クラブが PS です。ちょっと沈んでる感じですね。うん、なんか踏んだんだよね、カメラの人。証拠がないからこのまま打たせる。立山プロの2打目です。風、風、風、風。うん、うんじゃねえよ。うん、そう、なんかポコーンってライ悪くて最高。はい、残り95ヤード、クラブがアプローチウェッジで、はい、そうなる感じです。そうなる感じで、そうなる感じ。はい、ぜひバーディーを狙って、ね、はい、行ってください。しゃ、はい、久保谷プロのセカンドショットです。飛べ飛べ、オーケー。うん、あ、よし。あ、これでかいかも。大きかったです。え、そういう感じ。あ、いなくなってる、いなくなってる。オーバー。あ、おこ、オーバー、オーバー、落っこった。下りだったってことですかね、奥が。ほっくんだったな。いいとこ落ちたと思います。俺もいい、いいとこ落ちたと思ったんだけど。今いいとこでしょ、勝てんだよ。岡崎さん残り92ヤード、クラブが PS です。岡崎さんのセカンドショットです。も
られたらやべえな。でかい。でかい。消えろ。消えろ。消えろ。うん。ナイスオンです。ナイス。うん、幼いプロ残りがアップを入れて79ヤード、クラブがサンドウェッジです。はい。幼いプロの2打目です。これやった。これをやった。OK だ。あれ。あ、勝てやっぱり。あ、切ったけどな。止まっちゃった。ちょっと止まっちゃった。ちょっと止まっちゃったってピンハイだよ。お、本当？久保やプロ一旦グリーンにオンするもこぼれてしまった。幼いプロは待望のバーディーチャンスです。先ほどグリーン乗ったと思いますが落ちてきてしまいましたね。だってさ、こっちはいいと思ってるんだよ。キリアズが。ね、でも綺麗に乗った感じでしたよね。でしょ？はい。そうなんですよ。コロコロコロと。意地悪くらっちゃってるみたいでさ。うん、パターですか？これね、あの、はい、アプローチだと、はい、ちょっとショートちょっとオーバーがものすごい差が出ちゃうぐらい難しいのこれ、はい、言ってる意味わかるかな。あ、無視でした。ゴミだと思った。人の方にやるな。すいません。俺のライン辿ってきてるよ。なのにさあさあじゃないよ。さっきからはい、いきますね。はい、パターでいいのそれ。はい、はい、こういうのはあれですよ、あの金手より長えよ。はい、久保屋プロの3打目です。はい、待ってください。はい、お願いします。お願いします。あれ、届きませんでしたね。届かなかったね、これ。これか。うん。いやー、そんなに切れるかな。岡崎さんのバーディートライです。あれ、やっちゃった。惜しい、うん、惜しい。立山プロのバーディートライです。約6メートルぐらいでしょうか。ナイス。はい、ここはナイスバーディーです。ナイスです。どうもです。幼いプロのバーディートライです。微妙な距離が残りますが、ここでバーディーが欲しいところです。やっぱり、あら、やっぱり当てない。ひど、あ、ひど。久保屋プロのパーパットです。はい、ナイスパーです。ナイス。ナイス。その分ちょっと強く、さすが全米オープン行くだけあんねん、うまいね。いえ、とんでもない。肩の動きがさすが。マモとは全然違うね。チームワーク抜群。あ、危ねえ、あいつ。幼いプロボギーです。望みぐらい危ねえ。余計なこと言っちゃったな、俺もな。岡崎さんのパーパットです。ナイスパーです。立山プロワンピン半を沈め、スコアで久保屋プロに並びました。